美少園駅は大阪府大阪市安倍野区美少園一丁目にある西日本旅客鉄道阪和線の駅である。駅番号は JRR21。駅名の由来は大阪の財界人である山岡美少が大正年間に設立した美少土地株式会社がこの駅の付近の土地を住宅地として開発したことに由来する。ただし開発した時の美少土地の経営者は 大阪商工会議所第八代会頭、大阪商船や日本電力の社長などを務めた息子の山岡潤太郎である駅付近の高架線の被害営業再開1956年頃1945年2月14日午後8時過ぎアメリカ軍による空襲で B29 が安倍の区内だけに3発の爆弾を投下した そのうち一トン爆弾一発が当駅構内に落下し、阪和線の鉄筋コンクリート橋脚を粉砕、付近の民家20軒ほどを破壊し、死傷者34名を出した。運悪く東和歌山方面行きの電車が発車した直後で、ホームに多くの人がいたため、多くの死者が出た。1951年8月24日、駅東側に当時の駅職員によって、 遭難供養の日が建てられた。この時に、明記よし高等女学校裏にも爆弾が落下し、同校生も犠牲になった。近くの分の里公園に、慰霊塔がある。それには、大阪市最初の被爆地と書かれているが、実際には2月14日より前から、大阪市内に空襲が行われている。大阪市内で、空襲慰霊碑のある駅としては、 他に1945年8月14日の京橋駅空襲で被害を受けた京橋駅がある。プラットホーム相対式ホームに面2線を持つ高架駅。分岐器や絶対信号機がない停留所に分類される。通常使用される改札口は東側のみだが、平日の朝ラッシュ時には西側の改札口も利用できる。2008年3月にエレベーターが整備され、 歩道と改札口の段差にもスロープが設置されるなどバリアフリー化が進んでいる。天王寺駅が管理している直営駅で JR の特定特市内制度における大阪市内に属する駅である IC カード、アイコカを利用することができる。当駅をはじめ、これより先若山方面の快速通過駅前駅共通で日中時間帯は上下線とも1時間あたり4本の 停車である。長席時間帯は本数が多くなる。付近に学校が多く、学生の利用者がかなりの部分を占める。大阪府統経年間によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。駅の東側は古くからの商店や住宅が所狭しとの木を連ねている。半和線の高架下には商店がの木を連ねている。周辺道路は 交通量が多い上に歩道が狭い。1990年代まで近鉄バスも安倍野橋と式の車庫、国部方面を結ぶ路線が停車していた。ありがとうございます。